では今日は、お家にあるものを使って雪だるまを作りたいと思います。材料は、白い布であれば何でもいいかなと思うんですけど、まず白いタオルとか、これはガーゼで作っています。雪だるまの下が直径18センチです。頭になる部分の 13.5 センチです。でもこの大きさは自分で工夫して、いろいろ変えても構わないかなというふうに思います。写して軸、ハサミ掛け、はい、これが頭になる部分ですね。縁を塗っていけば、丸に沿って縁を塗っていけばいいだけなので、で一回りしてきました。あとこれに綿とか、あと綿のない人は布の切れ端とか詰めます。綿の中に入れるとわからないと思うので、形を整えながらここを縮めていって、すぼめる、縮める、でこれが縮まったらここに取り付けします。下に引いて、次は上からすくって、ぐるっとつけて回っていきます。縁を縫っていけば、丸に沿って縁を縫っていけばいいだけなので、で次これに、表情をつけます。で表情は、自分で考えて作ってくださいね。お家にもしあれば、ここにボタンをつけたり、紐があったらここにマフラーとして巻いてあげても可愛いかなというふうに思います。ちょっと手製の帽子をかぶせても OK です。でこれを、大きさを違うくして、親子で2つ同じような要領で作ると飾るときに可愛いかなというふうに思います。親子で型紙を2つ作って楽しめたらいいかなというふうに思います。